大人の世界にようこそ。はい、先日ね、この下の黄金と曇りマッスルフェス弾いたばっかりなんですけども、筋肉マンの日のサービスチケットたまって、交換所でマッスルフェスのサービスガチャ券もらいましたんで、そちらの方弾いてみたいと思います。これです。14回分ありますね。はい、じゃあこれをメインにやるとして、先にこっちのなんかね、あったんですよ、人気超人大森筋肉フェスティバルの、これから前回の筋肉フェスですね。はい、私シングマを、まあ、出したんですけれども、これでシングマを持ってます。ただ筋肉マンとかバッファローマン&スプリングマンとか持ってないんで、その辺がシングルカツでね弾けたらね、ありがたいですけども。はい、シングルカツでもね、火の突っ張り来たこともありますからね。シングルといえど侮れない。これダメだね、多分。はい、マックスマン。はい、まあ普通はこうなんですよ。シングルではもうね、星4超人ね、を引くぐらいのもうね、気持ちで、集めるぐらいの気持ちで。はい、まず出ない。はい、もう一回ね。これはダメかな。さすがにね、シングルはこんなもんですよ。はい、じゃあメインの方行ってみたいと思います。こちらですよ。はい、黄金と曇り、それでね、11連ということなんで、3回分余るんで、まずシングルで3回引いてから、11連一気に引いてみたいと思います。はい、まずはシングルで。まあ、このシングルではね、出ないですよ。まずね。今見ていただいても分かったと思うんですけども。まあ、星4超人しか出ない。星5なんかまず出ない。はい、はい、Gアルファベット。ねえ、でもね、前回きっちりと結果出しましたから、ね、今回も、サービスガチャといえどね、ちょっとね、何かしらの新規超人、もしくはもうね、リアルマッサルブラザーズを出したいというちょっと気持ちがありますけども、果たして。はい、もう一回ですね。はい、じゃあ真ん中行こうか。はい。さあ、11連です。はい、シングルでは一体も結局金が出ませんでしたけど、まあこんなもんですよ。はい、さあ、こっからです。こっからですよ。ここで間違ってシングル弾いちゃったらね、元も子もないんで、はい、11連です。ねえ、やっぱりこれだよな。それか、まあ、ゴールドマン&シルバーマンとか、ですね。はい。では行きます。まず演出が来るか。行きますよ。11連。サービスガチャ。どうだ。来た来た、やっぱり来た。すげえ、また来ましたよ。お前どんだけ演出出すんだよーってね。ちょっとこれはすごいですね。もう演出の確率。また屁の突っ張り来ちゃって。はい。ついに出るのか？リアルマッスルブラザーズが。はい。では行きましょう。やっぱりここはね、信頼の首投げで。ドジャーン！はい。なんだ？止まったら激アツですよ。止まったら。1個 !2 個はい2個どっちか止まんの？おい、え、止まらない、違う、でもこれじゃないよ、これじゃないよ、これでなったんじゃない、これだ、これが、ああああれ、ああれ、ちょっと待ってください、これなんだ、これ友情に返り咲く奇跡の力筋肉マン、あれかな、まあ持ってる超人であることは間違いないですけども、はい、あー筋肉マン、でもきっちりと、あーこのね、後ろ振り返ってるやつだ。はいはいはい。でもちゃんとね、なんだかんだ出ましたよ、演出が。ね。ちゃんと見せ場作りましたよ。ね。あ、ついでにサービスガチャ、特定の星5マッスル超人が1体保証っていうのも、これもなんかあったんで、これも引いてみたいと思います。はい。結構いい超人出ますよね、これね、見てもね。はい。さあ、星5です。必ず星5です、これは。真ん中いっちゃおう。いやー、ここでも見せ場、やっぱりフェストの相性は抜群ですよ、もうね。だからね、ちょっとね、最近、フェスで、あー、シュラマン、はい、ちょっと古いやつかな、これ。2050の、はい。フェスで、あんまりにも結果が出ちゃってるんで、超人が勝てちゃって、フェスの超人は大体持ってるんですけど、他のガチャの超人が持ってないという、ちょっと今、現象が起きてるんで、ちょっと一回次のマッスルフェスは飛ばして、他のガチャ回してみようかなとも思ってます。という感じで、まあそのぐらいね、ちょっとマッスルフェスは、好相性なんで。はい。じゃあというわけで本日は、黄金と曇りマッスルフェスのエクストララウンドということでね、サービスガチャの方に行ってまいりまして、
まあ、見事鬼気象人また引けました。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。さよなら。